はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はドラゴンクエストライバルズやっていきたいと思います。さて今回なんですけども、絶好調なはずだがということで、はい、弱体化というか、カードの調整があった後のデッキ紹介でございまして、はい、大割り食いっていうね、1コスト の絶好調状態を持ってたやつが弱体化で絶好調持たなくなったんですよね。なのでだったらあいつ入れる必要ないな、絶好調デッキには、ということで、はい、少年テリーと、ギュメイ将軍をプラスしました。はい、作ったわ、頑張って2人ともまあそこ以外はこれといって変わらないデッキなんですけども、まあ、序盤からガンガン攻撃しまくってライアンを出せたり、まあ、7コストのこの、イカズチの剣かなで、フィニッシャーになったりって感じかなと思います。やっぱいいのはトゲ坊主、軍隊ガニ、地獄のハサミですね、地獄のハサミ、もしくはデッドペッカ、ケムケムベス、もしくは、ウパソルジャーからの、4ターン目はブルサベージで、5ターン目に、名前なんだお前、神竜みたいなやつねがいいのかなと思いますが、まあ戦い方はいっぱいあるということで、ちょっとまあアグロより前半押せ押せデッキに近いですけども、やっていきたいと思います。弱体化なんか物飛ばしないぜ。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆ガス新調、プリーズサブスクライブ、ランデブーミヒトチャンネル。さてお相手さんはピサロさんですね。ピサロさんはまあ弱体化来たよね、1枚だけ。ヘルバウォームだったっけな、7コストくらいの、攻撃力と体力を2下げるを、3回繰り返すっていうやつだったんですけど、あいつが、どうなった2回下げるになったのか3回下げるじゃなくて2回下げるになったので、まあ何にするか、まあ確かにあいつ強かったしなと思うけど、ちょっと別のところにも弱体化入れてほしかった感はある。うん、ピサロナイト、我が血族。ここら辺はまあいつも通りのピサロさんって感じですね。やってやるぜ。多分魔王ピサロだと思うので、あれは入ってないんでしょう。デッドペッカー、ここはトゲ坊主プラステンションワップでいきましょう。無駄。この大防御は地獄のハサミにつけたい、プラス体力15以下だとさらに強いんですけども、どうしましょうかねこれ。闇への供物。ああ、供物してくれるのか。供物してくれるのかっつったけど、意外ときついぞこれ。あー、ロトの血を引く者。ロトの血を引く者、まあ1ダメージですし、ギュメイ将軍、ロトの血を引く者に対してはかなり強く立ち回れるんじゃないでしょうか。オッケー、これでいこう。まずロトの血を引く者が今1ダメージの戦うしかできないんで、プラスこいつら今絶好調状態じゃなくなったから、お相手さんは優先度が低くなったはず。マジでか。これはどうしましょうかね。やってやるぜ。準備は整った。失礼しました。ここ稲妻の加護で攻撃力4にして殴ります。で体力2になるので、デッドペッカーで取りつつトゲ坊主は攻撃しましょう。トゲ坊主まだお相手さん取れないと思いますので、まあ、盤面的には若干有利かな。大防御はまだ使わない感じでいいかなって気がします。こいつは無視しておきたいですね。お相手さんのロートの血を引く者のレベルが2に上がりました。ムーンフェイスで下げるっていうのも一つの手なんですが、下げるならもうちょっと後ですよね。ブルサベージが来た。だったらここはギュメイ将軍行きましょう。これで、ギュメイ将軍が死なない限り、王女救出の2ダメージはゼロになる。ただギュメイ将軍はもちろんダメージ食らいますが、僕プラストゲ坊主も2ダメージ食らわなくなりましたので、有名称号を取らねばならない。魔王ピサロの場合は入ってないでしょう。そのザキみたいなね、そういう感じのカード入っていないと思いますので、次のターンまで生き残るはず。残念でした。生き残るんだなこれが。
使い暇2枚目。これあれですね。今すぐあれが使いたい。おっと、失礼。ギュメイ将軍の効果がね、敵味方なんで、ちょっとそこ困ったなーってとこあるんですが。どうしましょうか。ギュメイ将軍は、どちらかというと死んだ方がいい。死んだ方がいいっていうのもなんかあれだけど、ブルサベージ出しておきたいんですよね。ブルサベージを出しましょうか。大防御をブルサベージに使って、これで体力を増強しておく。次ヘルバオウムだったっけな。あいつが出てきたとしてもまあ多少はなんとかなるのでは。攻撃力が6、5点ダメージはもちろん相手のリーダーへ。使い魔はこちらから倒したくはないので、どうでしょうか。王女救出の2ダメージはギュメイ将軍にしか効きません。使い魔2体で一応ギュメイ将軍が取られてしまいますが、まあ大丈夫でしょうっていうのがあるんですけども、いかがなものか。お相手さん、ギュメイ将軍を取りつつ、ブルサベージも取っておきたいでしょう。というか取らないと、ブルサベージさんがピサロさん殴りに行けたら、こいつも絶好調状態持ってるので攻撃力8になるんですよね。そうですよ。なるほど。ってことは体力1何か削れる。使い魔2体とも当たってくることはないと思うのだが、当たってきてくれた。これでブルサベージの分のあれが、特技ダメージなどを受けなくなるっていうのかな。うえぇ !MP プラスしつつ攻撃力上げると、マジっすか。これ武器装備しておきましょう。そろそろ本気でいくぞ。オッケー。どうでしょうか。なかなかいい感じに動けてはいるのですが、アスラオ、こいつも弱体化来たんですよね。こいつもともと手札に持ってきた後、コストをマイナス6するだったんですけど、5になりました。なので多少は楽になったんですけども、これ勝ちじゃねえか。勝ちだろう。1コストのあの毒のやつ出しても僕の勝ち。結構痛い弱体化受けてるんじゃないか、ピサロ。いつまでもお前の時代が続くと思うな。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。